西を保つ示せは、日本の実業家。テクノプロホールディングス代表取締役、社長兼最高経営責任者、テクノプロ代表取締役社長、愛知県出身。1974年名古屋大学法学部卒業、日本長期信用銀行入校。2000年日本長期信用銀行管理部長、同年山佐常務執行役員。 2004年セコムメディカルリソース専務取締役。2005年安心会四ツ谷メディカルキューブ常務理事。2006年昭和辞書 CFO 兼財務部長。2007年国際工業専務、執行役員兼 CFO。2008年グッドウィルグループ、取締役兼 CFO。2009年ラディアホールディングス常務、執行役員兼 CFO。 2010年アドバンテージリソーシングジャパン常務、取締役兼 CFO。2012年テクノプロホールディングス常務、取締役兼 CFO 兼財務経理本部長。2013年テクノプロホールディングス、代表取締役社長兼 CEO 兼 CFO 兼財務経理本部長。2014年テクノプロホールディングス、代表取締役社長兼 CEO 及びテクノプロ。 代表取締役社長に就任。同年東京証券取引所市場第一部に上場し、アベノミクスによる企業業績の回復などを受け、高度専門職業人の育成などを進めた。ありがとうございます。